野球中継延長のため映画バブルへゴーは野球中継終了後時間を繰り下げて放送します。どうぞご了承ください。田尾さん、ここまでですね、はい、ほとんどなかったミスが出た後、マウンドに登る矢蓋。そうですね、矢蓋はこのシリーズ本当にいい内容できっちり投げてますけども、はい、あの10回の味方の攻撃がちょっとね、あのミスが出ましたんで、はいはい、ここはちょっと気をつけないといけないですね。登るピッチャー心理は田尾さんいかほどのものでしょうか。まあやっぱり入り球はね、やっぱり初球から長打振らないように、これ遠いとこから、低めに集めていくのが大事でしょうね。なるほど。前回4戦のその結果で決勝打を打ったのはこの大島でした。その大島の今夜最初のアットバット、やはり延長になるとですね、この高校っていうのは圧倒的に有利ですからね。そうですよね。しかもドラゴンズこの球場で得意ですからね、延長戦。インサイドサヨナラを12度やっています。12度、はい、これは本当に多いですね、球団新記録です。大島と清田は同い年。ご覧いただいている通りレギュラーシーズンよりはるかにいい成績でこのシリーズを戦っています。引っ張りました、ライトの前にヒット。まあ、2人とも社会人出身とはいえね、この大舞台でこれだけ力を発揮できるのはすごいことですね。やっぱりね、日本シリーズではちょっと独特なムードがあるんでね、なかなかシーズンのように力を出せない選手が多い中、シーズン以上のものを出してる、素晴らしいですね。あの延長戦を制した決勝点、まあ、いわゆる小連れルーキーということで、この今日の菅に入ってきた大島ですが、前を夫人に感動したと言われております。ホームに帰ってきて生まれたばかり、去年生まれたばかりのケイシ君と遊ぶのが息抜きになりますとにっこり笑っていた大島、サヨナラのランナーとして結果を出しました。そうですね。さあ、そして荒木、まあ、ここは、まあ、バントですね、まあ、そうなりますと岩田のところに回ってくるということになります。先ほどのような、はい、まあ、ロッテと同じですよね、はい、先頭バッターが出て、まあ、きっちり送れるか、もう落合監督は必ず得点圏にまず置くっていうことをね、優先しますよね、はいはい。まあ、ここは千葉ロッテ側にすると勝負かけるかもしれないですね。シフトという意味で、はい、あ、そうそうですね、バントを成功させない、はいはいはい、まあ、高めのまっすぐだったり、一回見逃しっていうのがね、あのこのシリーズもありましたけど ね、 そうですね。この場面で、まあ、はい、エンドランとか、はい、ラスターとかなかなかかけづらい局面なんですけどね。1点取れば終わりです。バーンと移動する、顔の前に来て当たったとアピールをしている荒木。どうでしょうか、中村球審は、ちょっと分かりにくいですね、もう今更いけません、見えませんね、はいはい、これはボールのようです。トレーナーまで行きましたが、やはりインハイに行きましたね、デッドボールは認められません。トマシのコーチまで行きましたが、当たってますよという言い方なんですが、これは認めません。ワンボールです。もう一度ご覧いただきましょう。本当に顔の前、映像で言いますと何とも言えませんが、まあ、少なくとも当たってるって感じじゃないですよね、はいはい、本人も、はいはい、本当に当たったら痛いですからかすった、はい、ギリギリのところですね、ですね。さあ、とにもかくにも局面はワンボール、ボルテージが上がってきました、38,094人。ただね、矢蓋もね、はい、もうそうは言ってないので高めにストレート投げると思います ね、 そうですね。バントのミスを誘う、ここはもう勝負しないといけないところなんで、はい、1戦5戦はいずれも1イニングの三者凡退、今夜はランナーを出してしまいました。共に2人のルーキーラッキーボーイ清田も大島もこの終盤でヒットを放っています。37歳ベテランの矢蓋、ワンボールナッシング、諦めきれない第6戦、
フライになった。こちらもバント失敗。どっちも硬い、どっちも硬い。こういうことが起きるんですね。いやー、田尾さん、両方この局面で見せられますよね。ちょっとレギュラーシーズンじゃちょっと考えられないですよね。はい、まあ、これが日本シリーズなんですね。ワンアウトランナーが一塁のまま、そして、まあ、はい、可能性は少ないんですけども、まあ、バッテリー、まあ、両軍のバッテリーですけどね、その、はい、高めにストレート投げて、少ないチャンスかもしれないけど、それを狙って、まあ、成功したということですね。はい、もう一つバントですか。もう一丁いきますよ、この後森野です。こちらはバントの名手とも言われています井端。歓声のボリュームが明らかに上がってきました、名古屋ドーム。3時間30分の試合開始から経過しています。ランナーを頭に入れろと指示を送りました里崎。まあ、クイックで投げろということですね。万が一エンドラン決められた時に1、3塁になるので。サード今井がゆっくり前に出てくる。こちらは1球で決めます。ツーアウト二塁で森野に託します。ツーアウトランナー二塁となりまして、森野雅彦、今日一時同点タイムリーツーベースを第一打席で放っています。まあ、ここは難しいところですけども、まあ、ベンチの指示に最終的には従うんですけども、はい、まあ、コーチが出てきたということはですね、まあ、多少どうするみたいなことがあるかもしれないですね。ただ、まあ、セオリーで考えると、はい、まあ、どちらにしても森野で勝負しても和田で勝負しても、まあ、最悪ランナーが溜まってもブランコになればいいという感じなんで、はいはい、まあ、結局森野にするか和田にするかっていう、どちらかとは勝負しなきゃいけないんで。なるほど。この究極の場面で野茂さんならどんな風に考えるんでしょうか。僕ですか。はいはい、僕がピッチャーだ、監督だったんですか。いやいや、ピッチャーの立場としてここから先どういう風に考えるかということですか。ああ、もう、多分インサイド攻めというか、もうなるべく詰まらせたいですね。バッターにこう、はい、振らせなくしたいですね。外野は浅くなりました。サヨナラのランナーがセカンドにいます。森野が打てば逆王手ということにもなります。2対2同点。勝負なんですかね。勝負そうですね。初球はインサイド、インハイです。ワンボールナッシング。延長10回裏、死力を尽くし合った戦い。ツーアウトセカンド。ご覧のような守備体系です。三遊間一二塁間が広く空いています。ストライク2球目。2球目変化球。古田さん、はい、直球変化球、こういう2球ですが、そうですね、1球目にインサイドに強い球を見せる、はい、その後チェンジアップで、まあ、仮にそれがボールになったりしてノーツになったら歩かしてもいいかなみたいな配球だったんで、はい、まあ、ただこれがストライクになったんでね、これで勝負しますからね。まあ、こういうのが勝負のあやで、森野にしても勝負してくると思うと打ちに行きますからね。大島帰れば逆王手。左に上がって切れていきます。ファウルボール。一投一打にすごい歓声です。2010年シーズンの締めくくりにふさわしい第6戦。逆王手をかけられるかドラゴンズ。形の上では追い込みました。第4球、低めに外れています。さあ、2ストライク2ボールというカウントになりました。先
択は何でしょうね、古田さんね。まあ、あの低めのチェンジアップを投げると思うんですけども、はい、まあ、キャッチャーとしてもピッチャーとしてもボールでいいよと、バットも焦ってますからね、手を出してくれるのが、はい、ここでストライクを投げたいとか、見逃しの三振を狙ったりのは、まあ、まずしないですけどね。ある意味フォアボール、カウントラックになってもいいんでね、変化球でとにかくボール球を。第5球、叩きつけてしまった、このボールが取れた、大島は3塁まで行った。まあ、これはバッテリーはまあ狙い通りというか、まあ低めのワンバンを投げようというところで、はい、正しいボールは後ろに引っかかってね、はい、いうことになりまして、ランナーが3塁ですよね。どうしますか、埋めて埋めてだとブランコということになります。グスリー多分ここでチェンジアップ投げると思いますけどね。はい、上川コーチの手をいっぱい動かしてこの最終局面指示を送ります。まあ、森野の気持ちとすれば、はい、ワンバウンド来たチェンジアップはもう来ないと思いますから、まっすぐ投げると危ないですからね。守備隊形後ろに下がりました。ラストボール、今を変えてチェンジアップですね。打ち取ったがスタンドまで届くか。これ最高のリードなんですけどね、打ち取れませんでした。森野はもうワンバウンド投げたチェンジアップは来ないと思ってまっすぐ狙いでいったところにいいチェンジアップをいったんで完全にタイミングを外されましたけどね。正しいファウルですね。ファウル、もう1球イニングショットいかなきゃいけませんが完全に打ち取ったと、まあ、この後がだから難しくなりましたね、はい、今の里崎君の勝負をかけたリードだったので素晴らしいリードなんですけどね。野間さんどうしますかね、この1球、まあ、ボールでもいいんでね、はい、まあ、インハイかもう変化球投げになったらもうワンバウンドか外に外すかでしょうね。なるほど、ラストボールアゲイン、低めのストレート外れましてフォアボール、ツーアウト1、3塁で和田なのかブランコなのかという選択になります。2対2同点、まあ、これは難しい選択ですけど、はい、まあ和田に仮にですけど、はい、和田に打たれて負けるのとブランコに打たれて負けるの、はい、後々のこと明日のことも考えてもやっぱ和田に打たれるのはまずいっていう気持ちがあると思うんで、あ、まあ、僕なら歩かすと思いますけど、歩かしますけどね。どうしますでしょうか。ツーアウト三塁一塁、先頭を出した後バントは失敗させました。しかし2つ目のバントを井端が決まって3番森のフォアボール、その間にワイルドピッチもありました。今日は当たりなし和田、初球真ん中の方に入った、サードゴロ打ちと、やファウル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 です。自打球が足に当たりました。いやーもう、いやー打てる球でしたね今のね、ちょっと振り遅れましたね、和田の悔しそうな表情が映し出されました。一番つま先ですね。しかしバッテリー行きますね、行きますね、勝負ですね、はい、素晴らしいですね。勝負を選択しました矢田里崎のバッテリー。2球目ファウル、本当に真っ向勝負です。まあ、ノモもね、3000再三言ってますけど、このインハイの球で勝負するしかないんですよね、基本的に、はい、そうですね。まあ、中途半端な変化球を投げて、まあ、当てられたりする方がやっぱ怖いんでね、詰まらしに来た、はい、あ、なるほどね、はい、ここまでは功を奏して1安打も許していません。2ストライクのボール、ランナー3塁1塁、サヨナラピンチをしのげるか。149キロ、2ストライク1ボール、1つ外しました。さあ、田尾さん、ツーエンドワンというカウントですが、そうですよね、もう高めのまっすぐが、はい、外にあのボール球ですよね、スライダーのね、今日はあの外のボール球一回振ってますからね。バッテリー追い込んでいますが、状況を追い込まれています。ファウル振っていきます、和田も振っていきます。な勝負は2対2の同点10回裏、面白いですね、最高の局面で憧れの地元岐阜出身で6年ぶりドラゴンズのユニフォームを着て
このシリーズに臨んだ、しかも4番で臨んでいる和田、地元の声援を受けます。5球目、一塁ランナースタート、打たされた、サードゴロ、一塁はアウト。和田でサヨナラなりません。依然2対2。